フティアパ県の一県旗フティアパ県は、グアテマラの県。エルサルバドルと国境を接し、太平洋に臨む。県とは、フティアパ市。人口およそ40万人のマジョリティは、ヨーロッパ系とインディオの根血であるラディーノや、メスティーソである。インディオの言語が、公用語とされていない、グアテマラで、唯一の県。17市からなる。国の南東端に位置している。 農産物はソルガムやタバコ、玉ねぎそれにトウモロコシを産する。気候は乾燥している。主な観光資源は家畜し、標高405メートル。検証にはグアテマラの国草地帯という意味を込めてコルネコピアが描かれている。牛馬は家畜を、本は教育的、文化的な進歩を表す。背後には フティアパの町を研修するラクルスの丘が控える。丘のさらに後方には太陽の町よろしく白雲、青空に太陽。紋章の左右に添えられた月桂樹の枝はフティアパの息子たちの日々の勝利を象徴する。剣気は白地の中央に紋章が置かれ月桂樹の枝がそれを挟んでいる。アグアブランカースシオンミターテスカテンパコマパ、コングアコエルアデラント、 エルプログレスをハルパタグアヘレスフティアパモジュタパサコケサーダ、サンホセアカテンパサンタカタリーナミタジュピルテペケ、サポティトラン。ありがとうございます。